君は時の涙を見る。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう出てます。はい、ガンダムコンバージ。こちらね、一応種類的には本当は6種類なんですけれども、ちょっとね、このズダの2機こちらあったんですけれども、買わなかったんですよね。なんでかってね、いや、なんかズダ1機だと思ったんですよ。そしたらこれ隊長機もあるんだよね。それ知らずに、ズダ、まあフォルム的にね、うん、あんま好みじゃなかったんで買わなかったんですけど、隊長機があるってなると話は別なんだよね。買っとけばよかったなってね、こう帰ってきてから気づきました。はい。ということでね、とりあえずあるここにある4個だけちょっと開封してね、ご紹介していきたいと思います。では早速ね、これあれなんですよ、10周年アニバーサリーということでね、あのセレクション、こちらにね、新規立体投票第1位って書いてあるんですよ。でそれでね、堂々の1位になったのがこのガンダムバルバットスループスレックス。はいはい、長い。はい、こちらがね1位になったっていうことでね、立体化されました。はい、で第3位がこちらのギャン。はい、第3位ですね。はい、でこちらはね、過去弾復刻投票っていうやつですね。はい、そちらの第4位がササビ。はい、で第3位がガンダムマーク2ティターンズカラー。はい、っていう感じなんですよね。はい、といった感じなんで、では早速ね、とりあえずガンダムバルバトスルプスレックスから開封していきましょう。はい、組み立て終わりました。ではね、早速ガンダムバルバトスルプスレックスからご覧いただきたいと思います。こちら、いや、これね、いいですね。この超大型メイス、これがめっちゃでけえ。でこのテールブレードね、これは横だけで一番でけえんじゃねえこれ。でかいモビルアーマーとか以外で考えたら、いや、すっげえなこれは。で顔もね、いいですね。ちゃんとあのハマってます。イソンみたくね、ガチャ目になってたりとかそういうのはないですね。ハズレ個体ではない。いや、これはすごいな。なんかボリュームがすごい。でもこれ飾るの、これ幅取るね。これはでもいい、これはかっこいい。バルバートスルプスレックス。はい、はい、続きましてギャン、こちら、いや、もうシンプルイズベストだね。いや、このギャンすっげーシンプルなんだけど、めっちゃいい。出来がいい。うーわー、このギャンいいな。これは造形いい。取ってつけたような武装はなくて、ほんとシンプルイズベスト。続きまして、ガンダムマーク2ティターンズカラー。はい、いや、これなんかこの角度めっちゃかっこよくないですか。なんかめっちゃかっこいいよな。なんか最初ゼータガンダムでね、このマーク2が出てきた時、ガンダムが黒いって思いましたもんね。
まあ、皆さん思ったでしょ。今回のガンダム黒いのってね、それがティターンズカラーなんですよね。これもね、目はねちゃんとはまってるんで両個体ですね。でこちらね、肩のねナンバーだけ別で1、2とあります、はい。まあ、こちらデフォルトで03がついてるんでそのまんまにしてあります、はい。これはお好みですね、まあ、仮に1、2同時に飾りたい場合はあと2体が合計3体必要ってことですよね、ガンダムマーク2。いやこれいいわ、はい。続きましてサザビ、こちら、まあ、サザビに関してはうーんといった感じだね。なんかバランスが悪い、もうちょっと肩が大きければいいんだけど、肩がちっちゃいからなんかねバランスが悪い感じがするんだよな。まあ、造形的にはいいですよ。もうこういう角度とかもねめっちゃかっこいいし、でリバイバル版なんでね、うん、まあ、細かいところがちょっとリバイバルしてるんでここのねシャアのマークとかもこれ 金色に塗られてたっけ、分からんけど、このシャアはね武器が乾燥できるんですよね、まあ、今ビームライフルですけれども、ちょっとそれ以外を取り付けてみたいと思います。はい、こちらがビームトマホークですね、うん、これもいいね、うん、はい、はい、こちらはね持ち手を変えたショットライフルですね。まあ、どの携帯で飾るかっていうのがねちょっと悩むね、うん、はいはい、といったね4体ご紹介させていただきました。いやズダね、ズダ2機買っとけばよかったないや次行った時あるかなまだ、うん、まあ、とりあえず今回はこの4体だけをご紹介させていただきました。最後はね、回転台座回転させながらね、お別れしたいと思います。この機会にぜひね、チャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。